そして時間が流れて、まさかここに道を作ることになるとは。ここが目標ですかね。皆さんおはようございます。いつも視聴いただきありがとうございます。今回は前回に引き続いて後ろの山に登る道を作っていきたいと思います。その後1週間経ったんですけど、どうでしょうか、変化わかりますでしょうか。正直ちょっとね、映像ではわからないと思うんですけど、あそこに行くまでのですね、手前の山際に行くまでのルートを1週間きれいにしてきました。この後紹介したいと思うんですけど、で、まあそもそもなんで山に登る道を今作ってるかというと、鎌倉ってですね、まあ、1月2月は霜が降りたりして、まあ、地面が凍ったりするんですよね。で、まあほとんど地面にも、まあこの辺は日当たりがすごい悪くなって、あんまり何もできない季節が来ます。で、年にその真冬の時期だけ私はこの山に登って、山の上を木を切ったり、まあ山の道をね、整備したりっていうことをしてるんですね。まあつまり夏の間はこの山登りませんと。去年の道もね、もう草ぼうぼうなんですよね。もともとあった道もね、かなり急な道なんですね。道と言っていいかわからないぐらい。まあこうやってかないと登れないような感じなので、そろそろね、楽な道を作りたいなと思い出しまして、今回が記念すべき2回目になります。ということで、よろしくお願いします。で、ルートなんですけど、ここの辺ですね。この谷の部分ですね。ここを登っていけば楽なんじゃないかと思いまして、道を作り始めています。ここは休憩所からの眺めなんですけど、まあ、この休憩所からもね、見える位置なので、まあ、ここからどういう風に見えるかというのもちょっとこだわっていきたいと思います。まあ、今まではね、本当にもう全部木をなぎ倒すみたいな感じでやってきたんですけど、ちょっとね、まあ、余裕ができてきたので、この位置からどう見えるかということもね、考えてやっていきたいと思います。まあ、今分かりづらいと思うんですけど、この辺を登ってくるルートですね。登山道入り口になります。この1週間はですね、この手前のところの草刈りとかですね、まあそういったことをやってきましたと。で、まあ実はね、この場所、結構特殊な場所でして、ちょっと今説明しますが、まあここは池の隣で突き当たりなんですよね。で、見ていただいてわかるように、丸太がですね、積んであります。で、これは私が積みました。なんでここに丸太が積んであるかというと、今まで、まあ、片付けてきた木ですね。まあ、どこかに置いておかないといけないんで、まあ、ここがね、端っこで、ここが、まあ、ちょっと谷だったんで、ここにね、ポンポン投げ込んでたんですよね。そして、時間が流れて、まさかここに道を作ることになるとは。ということでですね、まずはこの丸太を片付ける必要があります。どこから登るかってね、結構大事な問題なんですね。まあ多分ここで大丈夫かなと思うんですけど、では丸太を片付ける前に、まあちょっと上に登ってルートが正しいか確認していきたいと思います。ちなみに今回このレシプロ層ですね、こいつを使っていきたいと思います。で、まあ選んだ理由としてはですね、まあこれ軽いのと、まあ足場がかなり悪いので、まあ安全なこいつにしてます。じゃあ、行きます。こんな感じですね。ちょっと正直、ためらう感じですけど、気合でちょっと行ってみたいと思います。さて、まあこのルートなんですけど、
まあ、なんとか登っていけそうですよね。ちょっとこの先は全く見えないですけど、初めの部分がすごい急なんですね。そこから先はまあ普通の山なんですけど、まあ一応登れたので、このルートでいいかなと思います。ほんとね、こういう細い竹とかがいるんで大変ですね。ちょっとゴーグルをしないと危なそうなので、一回装備を改めます。ちょっと無事に降りていけるかどうか。なんとかここから行けそうですね。今日はこの手前の丸太を片付けていきたいと思います。まあ人一人分通れればいいので、まあ全部片付けずですね、まずはルートを作るところまでやりたいなと思います。ここがさっき登ったところですね。で、まあ引いてみますと大丈夫ですかね。指で刺すとここですね。この辺がさっき登ったところです。ここが目標ですかね。なので当面はこの木ですね、ここに向けてまっすぐ道を作っていけばいいかなと思います。それでは今日はあの木のとこまでね、きれいにしていきたいと思います。まずはこの足元に転がる丸太ですね、まあこの辺をちょっときれいにして安全にあそこまで行けるとこまで今日頑張りたいと思います。この木とかは結構朽ち始めてますね。こうボロボロになって、まあ、このまま置いといたら土に帰ってたと思うんですけど、また動かすことになりました。まあね、いつも一時的にどっかにずらすと結局また片付けることになるんですよね。で、まあこの木もね、何回運んだかわかんないです。どこか開墾するときに、そこで切った木を違うとこに移動するんですね。そこでなんかするなんて、その時は思わないんですけど、まあ毎回そんなことで、もう3回ぐらい移動して、ここについて安住の地かと思いきや、まあ今回また階段を作るということで、まあ全部じゃないですよね。一部ちょっとずらしていきたいと思います。だいぶ地面が見えてきました。で、まあちょっとね、以前切った竹ですね、まあ、これとかこれとかですね、まあ万が一転んでここに乗っかると危ないので、ちょっと今から竹を切りたいと思います。なんとか地面はね、綺麗になったかなと思います。まあ上まで安全に登れるようになったんで、まあ今後はね、ちょっとゆっくり時間かけてここの辺は綺麗にしていきたいと思います。こんな感じで登りやすくなりました。この脇はカオスですけど、
ここはもう2年ぐらい置いといたと思うんですね。少しずつ朽ち始めてますね。さて、ちょっと上の方まで行ってみます。何にも捕まらず登れるようにはなりましたと。あとはちょっとこの周りの木とかね、草を買っていきたいと思います。特に竹ですね。いつかな、まず。はい、ひとまずここまで貫通しました。こんな感じですね。なんとか通路一部分貫通しました。まあ、ただね、山に道を作るだけだったらそんな大変じゃないと思うんですけど、ここに以前私が丸太を積んでたんで、まあ、その処理がちょっと大変でした。でもまあ5メートルぐらいですかね、まあ、簡単に登れるようになったので、引き続き毎日少しずつやっていきたいと思います。できればまあね、年内にはね、道が完成して、年明けには山に登って山の木を切ったり、まあ、そういったことをね、簡単にできるようになればいいなと思ってます。ということで今回は以上になります。ご視聴いただきありがとうございました。